ス当日ということでチーム N のね、うん、全員はいないんですけれども、はい、クリスマスパーティーをしたいと思います。やったー、みんな応援してくれました。前回はロビーの飾り付けも N でやったんですけど、はい、今回も私が お願いしました。来てないんですけど、多分きっと私がクリスマス好きっていうことをスタッフさんが察してくれて、こんなことをすることになりました。嬉しい。ありがとうございます。目の前にはもうチーズの匂いがすごいんです。マジで美味しそう。ピザもう食べましょう。食べていいんですか。もう公演終わりでね、ちょっと腹ママ入れて。お母さん入れてあげるね。みんなママに言ってもらおう。ママありがとうございます。ママ女の子だからね。ありがとう。乾杯しましょう。乾杯、はい、乾杯の挨拶を。じゃあ、雪乃にしてもらおうかな。もうキャプテンの。そうですね。こういう時って何言えばいいんですか。もう雪乃が思ってることを言えばいいんだよ。クリスマスバージョンで。そう、クリスマスバージョンで。じゃあ、こんなに素敵な日に、はい、チーム N に、はい、チーム N で撮影させてもらって、はい、いい思い出ですね、はい、乾杯しましょう、はいはい、メリークリスマス。メリークリスマス。じゃあちょっとピザも食べましょう。何食べんのみんな。え、これちょっと迷っちゃう。何ピザなんやろ。何これ。何食べ。あ、じゃあ指さそう。せーので、これ。お、どうだ。ばらけた。いけるよ、みんな。いきましょう。やった。ちょうど喧嘩にならず。うわ、こんなん足りひん。潔癖じゃない。こんなん3箱ぐらい欲しいのに。どうしたらいい。母ちゃん頑張ったよ。ありがとうございます。母ちゃんピザちぎれてるよ。ありがとうございます。美味しそう。いただきます。美味しいでしょ、一言では。めっちゃ、家出てもめっちゃうまい。何味やこれ。私とゆみさんと、誰や、みひが一緒なんですけど。ハムとチーズ。チーズ入ってるよな。ベーコン。めっちゃチーズ。わ、美味しい。なんで。私はマルゲリータです。お、一緒です。私のマルゲリータ。なんで。ヨンとさくらが超チーズ。はい。これあれやろ、絶対。あの、ポテジャガ。あー、っぽいです。ジャガイモも乗ってます。めっちゃ美味しいです。まあまあまあ、大好きでよく頼んでました。美味しい。クリスマスはピザですね。ちなみに当日の25日の皆さんのご予定は。ちなみに私は朝からラジオ、そしてナンバーライティー公演。いいやん。 NMB で溢れてます。いいやん。そういいですね。ファンの人と過ごせるのいいですよね。1,2,3 5人食べね。2人食べられへんけど。そんなんじゃんけんやんな。じゃんけんよ。はい。じゃあじゃんけんしましょう。いける？いきますよ。最初はグー、じゃんけん、はい。大好きです。何が好きなん、クリスマスの。外の
イルミネーションがいっぱいあって、うん、キラキラしてるところが可愛いです、うんうん、かわいいな。プレゼントもらえるから好き。かわいい。え、まだもらってサンタさんおる？はい、やんな。います。何歳今？15歳です。ああ、でもサンタさんいるんですよ。はい、な、はい、ね、うんうん、そう。もらってますか？うんうん、もらってない。大人になったらサンタさん来ない。え、じゃあ何が欲しい？プレゼントわっ、なんやろう。でもみんな服が欲しい。なあ、うんうん、そうなん。はい、言っとき言っとき。お願いします。サンタさん来るかな。タクラちゃんは？私は美味しい焼肉屋さんに行きたいです。うん、サンタ連れてた。あ、出口に連れてた。うわぁ、なんか、なんかパンが好きなやつだっけ。塩タンめっちゃ好き。そうなんや。そうなんです。みっちゃんは？いちご。かわいい。なにそれ。なんでやな。なんでやん。いちごの季節って知ってますか？知らない。春やと思うじゃないですか、うん、冬なんですよ。あ、そうなんや。そう、一番寒い方がなんか美味しいらしいです。はい、あ、だからいちごとのコラボが多いねんな、お菓子でも。はい、あ、確かに1月2月とか、うん、ほんと冬なんです。知ってましたか皆さん。知らなかったでしょ。なかったですよね。知らなかったよな。じゃあゆきのは？私はあの友達が欲しいです。友達何もゆきの友達やって。ゆきのやってる。みんな友達ですよね。どういうこと？何もやと思ってる。あの学校で、あ、友達ができなさすぎて、人見知りなんです。え、学校でどんなキャラなん、ゆきのって。もう、めっちゃ静かですよ。わ、いいブーム言わせてんちゃうのや。そうなん。なんか、端っこで小説とか読んでます。そうなん。でもな、一緒やった。いや、やばい。私も、ほんまに中学校とか、めっちゃ大人しすぎて、ずっともう、私さえもう本読んでた。いや、これガチやで。教室で花火とかするタイプ。そんなんするか。しないよ。一緒タイプ。わかるわかる。そうそうそう。雪乃ってそれこそなんか、高根の花系じゃないの？なんか、うん、女の子、なんか話しかけられへん。もう全くです。本読むか、イヤホンして、音楽聴くか。かっけえな。近寄り、近寄りだね、それされると。そうなんですかね。うん、でも作りたいんやな、友達は。そうなんです。人と喋ってみたいんです。人と喋りかけれへんやん。そう。だから、もう、ハトキン喋りかけれへん。友達募集って。いいですね。できますかね。結構、先輩とかには、ゆきの結構、グイグイ。え、どうやってタイプ？そうなんですよ。あの、学校とは違うキャラで行きたいなと思って。なるほどね。そうなんや。はい、そうなんやな。長いこと付き合っていく方じゃないですか。うん、そうなんですよね。そうなんですよね。なんかちょっと仲良くなりたいなと思って。あ、なるほどね。はい、確かにな。頑張っててしか言いようがないな。そうやな。あみちゃんは？私は新しいバッグが欲しいですね。なるほど。はい。カバン？カバンが欲しいです。理由は、ちょっと今使ってるカバンに飽きてしまって。あーね、同じカバンね。そうなんです。あの、サンタさんって上限ないじゃないですか。ないっていう、うん、確かに。そうなったらいいものを頼みたい。あのね、もうブランド品ってことか。そうですね、サンタさん。でもアリのカバンの中めっちゃ汚いから。言わんといてよ。めっちゃ汚いから。綺麗そう。なんかそういうの整理整頓とかちゃんとしてもらった。めっちゃ汚い。お菓子のゴミは何個も出ちゃう。絶対臭いやん。言わないでください。絶対臭いやん。ほんなら今度嗅がします。うやっ。めっちゃおもろい。ゆみさんは？みんなからない。やばいわ。おいおい、はいですか？はい、なんかな。いや、でもな、ほんまにな、いや、物とかじゃないのよ、この年になると。みんなのない投資。ほんまに欲しいですね。そうやねん。ゆみさんって愛されてますやん。うん、嬉しい。いや、あの、欲しがりやからもっと欲しいなって思う。だからコメント欄でお待ちしてます。でも、まだみんな距離あるんじゃないですか、 N の。え、そうやねん。だからめっちゃあるからさ。え、気使ってる今な。てか、ミヒーとかずっとなんか喋りたいんかなっていう雰囲気で、めっちゃ目合うのよ。うん、そうですか。勘違いが。勘違いが。めっちゃでも目は合うね。まあ、でも確かに喋りたいです。嬉しい。なんか N の
の新公演が始まる前のリハーサル期間に、うん、それこそかりんさんとかと喋ってて、みんなちょっとゆうみさんを怖がってるからこのリハーサルの空き時間みんなで話そうってなって私ひひの時そうゆうみさんちひさんもかな、で誰かがあのみんなに対してゆうみさんが呼んでるみたいな、みんな怯えた顔で、あれはスタッフさんが悪いからね、スタッフさんが言いに行ったから全然ね、ゆうみさんも何だろう、な慣れたらじゃないですけど壁を一つ越えたらもう好き好き、うん、し放題し放題めちゃめちゃし放題私はもう、その壁乗り越えたんで、うん、何でもさせてもらってるんですけど、うん、ね確かに回数を重ねていくうちにね、うん、そうですね、時間の問題ですねこれは、うん、私はこれはもう自分の努力次第なんですけど、うん、ほんまに車の免許が欲しいんです。ああ、でも分かる、車の免許を取るためのお金が欲しいんですよ。でも高いんですよね、うん、結構そうだね、10万するから、うん、やば、どうにかしてその免許って絶対自分で表紙行かないとダメですか。はい、そうです。ですよね、うん、行きます、確認ですよね。じゃあ行きます、はい、あ、NMB に加入する前のクリスマスの過ごし方、何してましたか。クリスマス覚えてないの。私は家族とあの夜ご飯を作ってました。作るんやん、若いやん、作ってましたね、はい、あ、なんかいつもよりちょっと豪華になったクリスマスご飯なんですけど、うん、それのお手伝いをしてました、うん、私もあのおばあちゃんのお家でいとことかいっぱいできて、うん、あのプレゼント届くっていう、うん、なんかそれでプレゼントが毎年違う場所にあるんですよ、ガレージだったりベランダだったり、廊下の階段だったり、もうそれをもういつも楽しみに、あの夜に、夜大体8時ぐらいにそのプレゼントがあったんですけど、うん、もうその1時間前ぐらいから今年どこにあるかなみたいなんで、もうギリギリになったら探し回って、面白いねそれ、プレゼント探ししてました。めっちゃいいよ、楽しかったです。ミヒとかも加入する前は小学生ですね。なんやろ、友達と遊びに行ったりしてました、公園とかで。公園なんか長らく見てないですよ。うわ、かわいい、かわいいな。そうなんよね。ゆみさんも10何年前になるんですか。13年前、うわ10ですよね。覚えてないもんだって。ユミに加入する何してたっけ。確かにそんな前になるとね、うん、覚えてないな。私はバイト入ってました。クリスマスってバイト休むやつ多いんです。あだからなんか謎に店長に、うん、お前平山ちゃんだけお願いみたいな感じでなんか休まれる、なんか予定なさそうみたいな。やめてよ。いや、お前ら平山ならいけるみたいな、お前ら知らないですけど入れられてました。スーパー入れてましたよ。でも今は割と NMB は毎年クリスマス何かしらね、そうだね、公演したりとか、ね、去年は24時間生配信、うん、ちょうど24、25、それこそ去年 の, その生配信で世間はクリスマスムードじゃないですか、うん、でも私全身タイツをね、うん、そう アバターのコスプレを25日の夜にやって、うんうんうん、でも外見たらもうイルミネーションキラッキラで、うん、自分見たら真っ青で、去年のクリスマスが一番辛かったというか、なんか自分が惨めになりました。クリスマスに何をしてるやろ。まあその分こう周りを笑顔にできたから良かったんですけど、そうやね、確かに。でも今年のあれですね、ワイナイドは大晦日か、大晦日って29、30か、年末なんで、また何が起こるのか、確かに楽しみ。それこそ桜とかは結構したいよな、そう全身タイツとか。はい、そうしたいというか、それだけで笑いが取れるんで。そうだね、なるほどね。確かに、かぶり物とかね、あれがありますもんね。はい、あります。真っ赤なやつだね、はい、じゃあみんなの好きなクリスマスソング、もうこれ AKB48 さんとか NMB 以外で、何でもいい、AKB さんとかでもいいけど、48グループ以外でも、でも何でもいい、誰でもいい、誰でもいい、本当に誰でもいいんですか。誰でもいい、あの清水翔太さんの冬が終わる、あ、大好きです。あれはやば
いね。本当にいいよね。冬めっちゃ感じます。本当に大好きです。もう夏に聞くぐらい好き。いや、わかる。季節関係なく、そう大好きで、もう今最近毎日聞いてます。いいね。でもあの鈴木鈴木さんのホワイトキス、うわー、わかる。好き。あれね、冬になるとみんなストレッチの時にかけちゃうんですよね。わかる。あの公演終わりとかですね。え、なんやナンバーさんとか。あ、もうあれは大好き。わかるわかる、大好き大好き。クリスマスソング、あれは定番よね。大好き大好き大好きやな。そう、いろいろあるからな。マライア・キャリーさんのやつ、あれも聞きます。ザ・クリスマス。今のでわかりますかね。わかりますわかりますよね。あのやつです。あれも好き。わかりますよ。それこそこの間のクリスマスライブで、クリスマスライブでなんかこう客席に飴を配りに行くって、私たちがサンタさんの衣装を着てするときに、SKE さんがの12月のカンガルーで、めっちゃ可愛い、めっちゃ結構メンバーみんなずっとやりたかったって言った曲で、私たち踊りたかったんです。やっと踊れるって思ったら全然飴配りです。そうだったんです。そう、確かに。でも AKB さんもね、結構クリスマスの曲。 NMB が逆にないか。そうやね、 NMB ないのよ。クリスマスないねん。今回のクリスマスライブも AKB さんがちょっと引っ張ってきた感じというか、冬将軍のリクエストとかも。そうね、雪系多いよね。確かにクリスマスがないんだよね。来年の12月ぐらいにはシングルで、確かにクリスマスの欲しいかも。でも欲しいよね。曲は欲しいですね。でもクリスマスパーティー、ピザ食べました、乾杯しました、みんなつけてます。1個何か足りない。まや、なんや、あ、なんだ、言ったら、あみちゃん、え、ケーキです。わざとらしい、わざとらしい。もうちょっとうまくやろうよ。なんやろ。そう、ちょっと粘ろう。ケーキがない。ないね。なんじゃクリスマス始まらない。どうだよ。何かがあるそうなので、はい、せーので、はい、わー、なんか、おぉ、みんながサンタになってる。サンタになってる。おー、いいよ。何ですか、誰ですか。え、見守り隊です。はい、今からクリスマスパーティーするんで、はい、見守り隊です。警察の方もいいんですね、はい、これで。じゃあ、じゃあもしつまみ食いとかしてる人いたら、はい、あ、もう捕まえてください。警察です。捕まえます。これはあの、なんだ、これスポンジケーキに、はい、みんなでこうデコレーションできる。やばい、すごい。クリームとかサンタさんチョコとか、あと、お、いちごのお菓子に、いちご、いちごちゃんが好きないちごに、もう一個そのチョコのロールケーキもあるので、まあそれは普通にまあそのまま食べるもよし、上に乗せるもあり。すごい。そのまま、ちょっともう、じゃあやっていきますか。いきましょう。じゃあ、考えてやっていきましょうか。はい、じゃあまずスポンジを、まあ、一旦このね、タケノコの砂糖を置きますね。はい、どうする？ここから。おい、おお、やばい、クリームしますよ。あなた、おい、ちょっと、ありました、ちょっと手錠を持ってきてください。もう私やらない。ほんまに、はい、もう私やらない。おい、ほら、君たち持ってるな。美味しそうじゃない？美味しそうですね。美味しそうですね。あのさ、はい、始めようよ。始めましょう。卵置いといて。はい。いちごのホイップクリームと、チョコのホイップクリームがあるんです。誰か決めて。チョコ。じゃチョコね。はい。これでいい？はい。わあ、すごい。え、これこのまま食べるらしいですか？なるほど。それだけはやめて。すごいすごい。え、こうやって言って。おお。間だけ。敏感になりたい。ベーダーでいいの、はい、もっとなんかロマンチックにやってください。ロマンチック難しい。もっとなんか、何やねん、ロマンチックもっとクリームあったんやろよ。なあ、こんなビールのお好み焼きのソースみたいな。なんか可愛くやるよ。あ、じゃあいちごのヘタとかも取っていく。はい、はい、任せてください。あ、でもありですね。でも重ねるんでね。 あ、これ一番上か。じゃあこれ丸、これ一番上か。え、これ、え、え、これど、何だ、こっちが一番。あ、待って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 、一回さ、これ分けてさ、みんなで作らん。
なるほど。そうですね。うん。なんとかそういうことです。これは重ねるのこれ結局。これにやって、あ、じゃあみんなじゃあ大体それで作って、こっちはこっちでこれで作る。あ、分かりました。あっちはあっちのチームで。あ、なるほど。で、そう。あ、なるほどなるほど。じゃあこれが1枚ずつってことですね。はい、なるほど、分かりました。いい、そうしよう。みんなで作ろう。じゃあ、じゃああっちイチゴで。はい、いいです。後で伸ばそう。じゃあ、こうする綺麗な、いや、センスで、あの、こういうの誰が一番うまく出せるか選手権のように見えますか。いきます。こういうね、渦巻きを、あ、持ち方が違う。こう、いいですか。あ、いける。かけますよ。やばいやばいやばい。怖い。頑張れ。思ってなさそうな。出ない。出へん。出てます。もう下手くそ。なんで、ほら、もう、ワイプ出る、出る、出る、もう。もう、だから一発目。あ、ジオンさん。クッキング習ってたからね。うちも、先輩ですしね。そうそうそう。覚えてもらう。あ、おー、それ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 、俺やん。すごいすごいすごい、すごい、どんな爆発しましたか。やばい、ちょっと皆さんこっち見て、こっち、何ですか、そのなんか。うわ、すごい。ほらほらほら、うまい。やろ、うまいです。でも、どうぞどうぞ。ゆきのちゃん、誰が一番うまく出せるか選手権やってるんで。一回皆さん、ゆきのちゃんはだって家庭科別。今もうこんな感じです。えぇ、やばい、やばい。あの、いやいやいや、ほっぺちゃんみたいな家庭科部です。家庭科部、家庭科部、家庭科部。みんなも小学校の頃家庭科部やった。みんな家庭科部。家庭科部、いいんですか。あ、すごい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 。え、でもでも、かわいい。キレキレ。かわいい。ほっぺちゃんみたいな。ほっぺちゃん。あ、いい、いいですよ、いいですよ。いちごも。やばい、やばい、さくらがもう。まさか。はい、まあ、これ何なんそれ。どれが一番うまいですか。ちょっと一応見てください。それか、え、このこっち側のやつ、うん、これ、うん、それか、あ、雪の、あ、雪のやな。さすが元買ってかぶ。ほら、うん、すごい。え、すごい。ちょっと絞ってね、どんどんやっていきましょう。これがな、端はちょっとね、ちょっとサンタさんもらいますね。あ、うわ、これでもいいんですか。あ、こっちある。ここがあります。なるほどね。メリークリスマス。え、みんな、ここに、ここに、なんで、ここに刺したい。なんで、なんでですか。クッキーをさせればいい。あ、よかった。あ、よかった。ここに、いいねんな、それで。じゃ一番分かっていきます。わーい、わーい。犬の屋根みたいな。犬の屋根みたいな。かわいい。うまいね。おいめっちゃいい。ちょっと待って、これ全部回り、やばい、やばい、売れてまう。これ間にイチゴ入れます。ありありありです。めっちゃいい。ちょっと待って、センスいいかも。うちらそうですね。はい、何回ありました。景色完成しました。完成しました。完成しました。なんかね、ちょっと対決、はい、対決なつもりはないんですけど、ちょっと2つに分けて作って、はいはい、私たちがここの3人で作ったのは、はいはい、こんなん渡されたら好きになるに決まってるやろう、ケーキケーキこんなちゃんとね、この小枝を使って、見た見て、ちゃんと中すごい。あ、うん、ラブって書いてあるのよ。確かに。ラブって愛されたら気づかへんけど、ラブ、確かに。すごい。で、そしてこのイチゴのヘタをちょっと再利用。あ、なるほどね。やめちゃいいですね。緑のアクセントもつけてね。確かに。おしゃれ。いいですね。そうなんです。結構色ありましたよ、はい。センスあるじゃないですか。確かに。すごいです。めっちゃ可愛いです。イチゴ大丈夫何笑ってるんですか。フリー落ちた形跡あるけど、何笑ってるんですか。彼も必死なんです。そうなに、はい、この名前は、はい、いっせーので、タケノコタケノコニョッキッキやっぱりやっぱちっちゃい子が食べると思って、タケノコのように成長してほしいんですよ。だからいっぱい乗せてあのこのポッキーもちょっとロウソクみたいに誕生日みたいな、4歳だったよね、お誕生日。絶対後付けや、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 後付けや。そんなね、はい、成長してほしいなと思って。4歳の子しか食べられへんよ、これ。そんなことないです。でも色合い可愛
ごチョコですよ。いい、かわいい。めっちゃ美味しそうですよ。いやでもね、ちょっとハンナ少子に確かにね、はい、あの人を呼びたいと思います。はい、チカポよー。じゃあ彼女から、うん、ケーキ作ったよって、はいって渡されて、どっちのケーキが嬉しいか、ちゃんと見てください。ちゃんと見てください。ちゃんと見てください。ドキドキする。お願いします。しかし、チカポさんに選ばれるのは、はい、はい、はい、決めました。うわー、ドキドキ。こんなん渡せるなら好きになっちゃうよ、ケーキ。なんだ、何が良かったんですか。チョコレートが多めなところ。ありがとうございます。しかし食べますか、みんなで。はい、じゃあもう食べましょう。じゃあせっかくなんで、はい、作ってない方を食べましょう。お互いを交換して。いいですね。食べますか、じゃあ。はい。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。崩壊された。まずイチゴ食べよう、じゃあ。このサンタは誰が食べる。後でじゃんけんしよう。一旦は、いただきます。いただきます。まあ、この人がイチゴに溺れてた。横でなんかみんなで大丈夫です。イチゴがでかすぎて。そう、まるまる使いましたから。はい、美味しいイチゴ。でもめっちゃ美味しいです。美味しいです。チョコがちゃんと、じゃあこのクリームとケーキと。でもさ、どんな形でもさ、ちゃんとやっぱりさ、自分たちでさ、調味料から作ってないわけや、うん、はい、それは美味しいわな。本当かでも美味しいやつだからね。美味しいからね。どうでした皆さん、こんなクリスマス味わえて、ミッヒー、うん、楽しかったです。楽しかった。はい、楽しかった。普段ケーキ、クリスマス食べながら言わんとっクリスマス食いながらこれしてないので、はい、できて嬉しいです。よかった。いちごいっぱい食べる幸せでした。家にいちご持ってるもんね。はい、よかった。美味しかったです。私はちょっとあの絆を感じましたね。あ、よかった。みんなで一緒に作業するとね、協力しようっていう気持ちになれるじゃない、うん、しな、楽しかったですね。最高の夜になりました。ありがとうございます。なんクリスマスやからね。最高の夜よかった。後輩とこういうそういうね、作ったことないから楽しかったし、うん、なんかいいクリスマスになる。いや、思い出にもできたよ。かったです、ほんまに。やった、ね、きっと皆さんもこの動画を見て、うん、最高なクリスマス気分を味わえてるんじゃないかなと思います、うん、はい。まあ、そしてね、先日アスアリーナ大阪にて開催されました渋谷凪沙卒業コンサート NMB48 クリスマスパーティー2023のオンライン配信チケットが絶賛発売中でございます、はいはい、ほんまにこれ見どころ満載よ。そうですね、多かったです。そうなんです。なのでこれしかも年末まで見れますので、詳しくは特設サイトの方を見てください。年末も年明けも、うん、一緒に NMB48 と最高の思い出を作りましょう、うん、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。メリークリー。